フィリップ・ペッシュナーは、ドイツ・バイロイト出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス1勝、ダブルス6勝を挙げている。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス35位、ダブルス9位。ペシュナーやペッツシュナーの、表記揺れも見られる。2010年ウィンブルドン選手権男子ダブルスと2011年。 全米オープン男子ダブルスで、ユルゲン・メリツァーとペアを組んで優勝。ペッシュナーは4歳でテニスを始め、2001年にプロに転向。しばらくはカブツアーを転戦した。4大大会では2006年、全仏オープン男子ダブルスでデビュー。シングルスでは2007年全米オープンで予選を、勝ち上がり初出場を果たした。男子テニス国別対抗戦でビスカップドイツ。 代表にも選ばれ、2007年9月のドイツとの準決勝に出場した。アレクサンダーはスケと組んだダブルスでは、ドミトリー・トゥルスノーフ、ミハイル・ユージニー組に6から3、3から6、7から6、7から6で勝利したが、第4試合のシングルスでは、ユージニーに4から6、4から6、6から3、3から6で敗れ、チームも2勝3敗で敗退した。 2008年10月のエルステバンクオープンでは、ペッシュナーはシングルス予選から勝ち上がり単覆で、初めて決勝に進出した。シングルスの決勝では、ガエルモンフィスに 64?64 64で勝利し、ツアー初優勝を果たした。ダブルスでは、破れ単覆優勝はならなかった。シングルスランキングでも125位から72位に大幅に上がり、初めてトップ100入りした。 2010年ウィンブルドン選手権男子シングルスでは3回戦で優勝したラファエル・ナダルに4から6、6から4、7から6、2から6、3から6で競り負けたが、ユルゲン・メルツァーと組んだダブルスでノーシードから決勝に進出し、ロベルト・リンドステッド、ホリアテ・カウグミに6、1、7、5、7、5のストレートで勝利し優勝した。 2011年のゲリー・ウェーバー・オープンでは2度目のシングルス決勝に進出したが、フィリップ・コール・シュライバーとの決勝戦を6・7・0・2とリードされたところで棄権した。2011年全米オープン男子ダブルスでは、メルツァーと組んで4大,大大会2度目の決勝に進出。マリウ・シュフィルステンベルク、マルチン・マトコフスキ組に6・2、6 2で解消し2010年ウィンブルドン以来の4。 大大会優勝を果たした。ペッシュナーのダブルスでの5勝はすべて、メルツァーとのペアでのものである。2012年のロンドン五輪に、ドイツ代表として、オリンピックに初出場した。シングルス2回戦で、セルビアのヤンコティプサレビッチに6から3、3から6、4から6で敗れた。クリストファー・カスと組んだダブルスは1回戦で、ロシアのミハイル・ユージニー、ニコライ・ダベデンコ組2を7。 で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。